役域授与式に先立ちまして、エドワード・エルガー作曲行進曲威風堂々の演奏を行います。演奏は弘前大学フィルハーモニー管弦楽団、指揮は清水稔弘前大学教育学部准教授です。
今から令和4年度弘前大学学域授与式を執り行います。全員ご起立ください。礼。ご着席ください。はじめに本日ご臨席いただきました来賓の方々をご紹介いたします。弘前市長桜田博様でございます。本日はおめでとうございます。弘前大学講演会会長佐藤慶様でございます。おめでとうございます。弘前大学同窓会会長相馬正英様でございます。はい。以上で来賓のご紹介を終わります。続いて本学の役員および部局長等を紹介いたします。学長福田晋作でございます。企画担当理事副学長若林光一でございます。総務担当理事副学長事務局長岡本和久でございます。教育担当理事副学長郡千鶴子でございます。研究担当理事副学長曽我徹でございます。社会連携担当理事副学長石川貴弘でございます。特命担当理事佐野照夫でございます。人文社会科学部長飯島博次でございます。教育学部長福島弘俊でございます。医学部長広田和義でございます。医学部保健学科長斉藤陽子でございます。理工学部長岡崎正明でございます。農学生命科学部長東信之でございます。以上で役員および部局長等の紹介を終わります。これより学域を授与します。医学部医学科130名、保健学科199名、以上、医学部329名、代表、鈴木さくら。はい。学域鈴木さくら、本学医学部医学科所定の課程を収めて本学を卒業したことを認め、学士医学の学位を授与する。令和5年3月1日弘前大学医学部長広田和義、弘前大学長福田晋作。理工学部生物化学科70名、物質創生化学科51名、地球環境防災学科60名、
電子情報工学科55名、機械科学科75名、自然エネルギー学科28名、以上、理工学部339名、代表、桜井拓。学域桜井拓、本学理工学部機械科学科所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め、学士理工学の学位を授与する。令和5年3月23日弘前大学理工学部長岡崎正明、弘前大学長福田晋作。学長告示、卒業生全員起立。礼。着席。告示。いつも以上に厳しかった冬も終わりを告げ、足早に待望の春がここ津軽の地に訪れようとしている中、4年ぶりに保護者の皆さんとご来賓の方々をここ弘前市民会館にお迎えして、令和4年度の学域授与式を挙行できますこと、この上なく嬉しく思います。昨年同様、本日出席できなかった卒業生並びに関係者の方々に向けてインターネットによる同時配信を行っています。まずは卒業生の皆さん、ご卒業誠におめでとうございます。教職員を代表して心からお祝いを申し上げます。皆さんを支え励ましてこられたご家族、ご友人、関係者の方々にも心よりお祝いと感謝を申し上げます。皆様方もまた卒業生の旅立ちを祝福していただきますようお願い申し上げます。大学生活の大半をコロナ禍で過ごし、学びや生活にさまざまな困難に直面しながらも、諦めずに努力と工夫を重ね、無事に今日卒業の日を迎えた皆さん、今皆さんは自分自身にどのような声をかけるでしょうか。私たち教職員、保護者の皆さん、そして関係者の方々が皆さんにかけたい言葉、それは本当によく頑張った、そしてありがとう、この2つだと思います。皆さんを心から誇りに思います。苦難の連続だった大学生活を振り返りながら、皆さん自身も自分自身を褒めたたえ、誇りと自信としてください。またこれまで皆さんの学びと生活を支えてくれた保護者の皆さんをはじめ関係者の方々へ感謝の気持ちをぜひとも言葉として伝えてください。さて、縁があって選んだ弘前大学への学び、そして弘前市の暮らしはいかがでしたでしょうか。コンパクトな町弘前市での学生生活は弾ましい町ごとキャンパスであったと私は思います。卒業の日を迎えた今、弘前大学に、そして弘前市に来てよかった、
自分自身の成長を実感できたと思っていただけているのなら、皆さんをお預かりした私たち教職員にとってこんなに嬉しいことはありません。大学生活では研究やフィードバック、リンゴ農家等でのアルバイト、そして子どもの就学を支援するボランティア活動など地域との関わりを重ねる中で人のぬくもりを実感し、助け合いの精神とともに優しい心が皆さんの中に育まれたはずです。また今回のコロナ禍の3年間、全国の OBOG 本学の教職員および地域の団体個人の方々から激励のメッセージとともにたくさんのご寄付や食料の提供がありました。この寄付金を原資として弘前大学が全国に先駆けて行った100円の昼食弁当や夕食は、皆さんの空腹を満たしただけでなく、皆さんの生活を支え、心の支えになったのではないでしょうか。第三者の善意に対する感謝の気持ちを忘れずに、今度は皆さん自身が第三者となって困っている誰かに善意を届けられる社会人となって活躍されることを期待しています。人生100年時代と言われています。皆さんは大学生活を通して社会人の基礎となる土台を築きましたが、それだけで人生の荒波を乗り切るほど単純でないことを長い人生を経験した私たちは知っています。人生の道のりは決して平坦ではなく曲がりくねっています。道のりの途中にはいくつもの分岐が出現し、選択を迫られる場面を数多く経験するはずです。道の選択に悩んだ時には、より困難な道、そして誰かの力になれる道を選び挑戦してください。その直面する課題を克服した時には、大きな達成感と自信を実感できるとともに、皆さんの新たな道が皆さんの前に開けるはずです。どうか本学で育んだ力を自分の選んだ道で存分に発揮して、一歩ずつ着実に一人一人の道を切り開いていってください。およそ7割の皆さんはここ弘前、青森県から旅立つことになります。私たちはこれからも皆さんの応援団であり続けます。後に続く在校生たちの目標となるような各方面での皆さんの活躍を心から期待しています。皆さんもまた同窓生として弘前大学を、そして皆さんの後輩たちを温かく見守ってくださいますようお願いいたします。もちろん恩師や仲間と過ごした年月、キャンパス内の風景、そして弘前市での暮らしが生涯にわたって皆さんの大切な思い出になることを願っていますが、弘前大学のホームページや SNS を時々ご覧いただき、どうか母校との縁をつなぎ続けてください。本学の教育研究の取り組み、実績や後輩たちの大学生活に関する情報に対して叱咤激励のメッセージを届けていただけたなら、私たち教職員にとってこんなに嬉しいことはありません。そしていつの日かコロナ禍で苦労した学生時代を懐かしみながら、母校である弘前大学にも立ち寄っていただければ幸いに思います。結びに、本日弘前大学を卒業される皆さんお一人お一人が健康で幸せな、そして希望に満ちた未来を築かれることを心より記念してお祝いの言葉といたします。本日は誠におめでとうございます。
令和5年3月23日、弘前大学長、福田晋作。卒業生全員起立。礼。着席。来賓祝辞。卒業生全員起立。来賓を代表しまして、本学卒業生でもあります弘前市長桜田博様よりご祝辞を頂戴いたします。礼。着席。ただいまご紹介をいただきました弘前市長の桜田博でございます。本日ここに令和4年度弘前大学学位期授与式が挙行されるにあたり、お祝いの言葉を申し上げます。卒業生の皆さん、ご卒業誠におめでとうございます。皆さんが今日の良き日に新たな門出を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます。またこれまで皆さんを温かく見守り育んでこられましたご家族の皆様、そして熱心にご指導に当たられた先生方並びに関係者の皆様に対しましても心からお喜びを申し上げます。皆さんが過ごしたここ弘前市は約1万人の学生が学ぶ学園都市であります。その中でも弘前大学は学と弘前の中心として教育、文化、産業、医療など多くの分野で大学の地と学生力を発揮され、地域の発展に貢献し続けてまいりました。本日卒業を迎える皆さんは、これから各分野の専門人材として弘前大学で培った幅広い教養と専門知識、そして自身の能力を生かしながらそれぞれの道を歩み出すこととなります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は社会経済活動に大きな影響を及ぼし、学生生活においてもさまざまな制限を受けたものと思いますが、そのような中でも自分を見失うことなく将来に向けた努力を積み重ね、仲間と助け合いながらさまざまな困難を乗り越えたその真の強さは皆さんを大きく成長させたことと思います。また大学外の地域における活動においても学生力を発揮しながら地域の人との関わりを深めていただいたことは学と弘前の財産の継承となり、市民の大きな励みになっているところであります。人口減少、少子高齢化が進展する中で持続可能な社会を形成していくためには、
社会変化に対応できる柔軟な発想、深い識見、コミュニケーション能力を持つ人材が求められております。どうか皆さんには弘前大学で学び卒業したことに誇りを持ち、複雑かつ多様化する社会のさまざまな課題に積極的に挑戦し、地域のみならず社会全体の未来を切り開く人材としてご活躍されることを念願するものであります。結びに、晴れてこの日を迎えられた皆さんの夢と希望に満ちた輝かしい前途を祝福いたしますとともに、弘前大学のますますのご発展を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。令和5年3月23日弘前市長桜田博士。本日は誠におめでとうございます。卒業生全員起立。で、着席。卒業生当時、卒業生全員起立。卒業生代表、医学部保健学科、古林若菜。はい。暖かい日差しが私たちを照らす今日この日、福田学長をはじめ多くの皆様のご臨席のもと、このように盛大な卒業式を挙行していただき、卒業生一同心より御礼申し上げます。振り返れば4年前、これから始まる大学生活に不安と期待を抱きながら弘前大学へと入学しました。はじめは大学生活に慣れるのに必死でしたが、徐々に慣れてきて新しい友人も得ることができました。しかし、そうして1年を終えた私たちを待っていたのは、 COVID-19 によって急変してしまった大学生活でした。慣れたはずの大学生活はオンライン授業となり、友人との交流や部活動も制限されました。そのために今まで通りでは通用しないこともあり、悩むことも多々ありました。それでも私たちが学び続けることができたのは、先生方の創意工夫、関係者の皆様のご協力があったからです。さらに、かけがえのない先輩、後輩、友人の存在はとても大きいものでした。共によく遊び、そして勉強に励んだ時間はとても楽しく有意義なものでした。卒業に際して喜びを覚える一方で、そんな仲間たちとの別れに寂しさを感じずにはいられません。この春から新生活がスタートします。より良い未来のためにこれからも学び続け、一社会人として貢献していきます。くじけそうになった時には、大学生活を振り返り、大切な仲間の存在を思い出せば、きっと背中を押してくれるはずです。最後になりますが、本学でご指導ご鞭撻をいただきました先生方、職員の方々、弘前市の皆様、そして温かく見守ってくれた家族、
すべての方々に心より御礼申し上げます。そして皆様方のご健康と弘前大学のさらなる発展を願い答辞とさせていただきます。令和5年3月23日卒業生代表医学部保健学科古林若菜。一同礼。着席。卒業生の皆様の門出を祝い、蛍の光を演奏いたします。演奏は弘前大学フィルハーモニー管弦楽団、指揮は清水稔弘前大学教育学部准教授です。平式の辞、全員ご起立ください。これをもちまして令和4年度弘前大学学域授与式を終了いたします。礼。ご着席ください。
それでは退場となります。退場の際に流れる曲は弘前大学学生歌です。